限り風は時も運ぶよ。地平線の彼方、明日があるのさ。誰よりも何よりも君だけを守りたい。いつまでもどこまでも君だけを守りたい。ウォーウォー叫ぼう、世界は終わらない。誰よりも何よりも君だけを守りたい。いつまでもどこまでも君だけを守りたい。なな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 な、君だけを守りたい。なな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 な、君だけを守りたい。もうもう叫ぼう、世界は終わらない。みんな、つぶらやイマジネーションに加入するとあんないいことやこんないいことがたくさんあるんですよ。これはハッピーになること間違いなしですね。来たぞ、我らのウルトラサブスク。ヒーローや怪獣にもっと会える。ウルトラマンシリーズやつぶらや特撮作品に加え、続々登場するオリジナル新作がウルトラ見放題。さらに限定アイテムやオンラインイベントなど、かつてないエンターテインメント体験をお届けします。つぶらやイマジネーション、ウルトラサブスクで検索。つぶらやイマジネーションで待ってます。ウルトラマンフュージョンファイト、ビヨンドジェネレーションズ。カードをセレクト、君のガッツを見せてくれ。トリガートゥルースが強大な敵に立ち向かう。そしてついに最悪の巨人が覚醒する。ギャラクシーファイトからも続々参戦。さらにビヨンド絆カードが登場。ウルトラマンフュージョンファイト、超スペシャルなシークレットレアカードも見逃すな。光は闇には勝てぬ。決着をつけようぜ、ダークキラー。ストレームコーデン、ナイトビクトリーのブレイキング。奴は二度と復活できない。
だな。まったく心配かけてごめんなさいです。でも朝日もよくやったよ。いつの間にか立派になってまだ安心するには早いぜ。この件には黒幕がいる。そいつがグリージョンを襲ったのはお前らをグルーヴにさせないためだ。でもグルーヴの存在を知っているやつって。そう、全ては私が仕組んだことだ。トレギア生きていたのか。あ、トレギア、何者だ。前に俺たちと戦った闇のウルトラマンです。そうやってお前たちは片方の局面からしか物事を見ない。この世界には悪も正義もないというのに。ん？やはり消すしかないな、タロウ。光の国を。なんだって？待て。逃げられたか。すぐに追おう。いや、朝日はダメだ。地球に戻ってろ。なんでですか？私がいたら足手まといですか？違う、そうじゃないって。俺たちがいない地球を、あやかしを守ってほしい。できるだろ。朝日はウルトラウーマングリージョだからな。俺がお前たちの時空まで送ってってやるよ。気をつけろよ。ああ。お兄ちゃんたち、大丈夫でしょうか？心配すんな。あいつらは強い。それに、仲間を信じるのもウルトラマンの大事な資質ですね。そういうことだ。私強くなります。この美しい地球をみんなを守るために。ああ、期待してるぜ。よっしゃ、それじゃあ行きますか。何としてでもトレギアを見つけないとな。これは俺たちだけの問題じゃない。あいつは光の国を消すと言っていた。黙って見過ごすわけにはいかない。光の国を、ウルトラマンの故郷を守らないと。ああ、俺たちの手で平和を守り抜こうぜ。続くのか？そうなんだ、新たな試練が待っているんだ。我らウルトラマンとアブソリューティア、このままでは大きな戦いに発展してしまうだろう。奴らはさらに力をつけてきている。脅威となり得るものは全て取り除いておかねばならん。もはや一刻の猶予もありません。ザ・キングダムの障害は我がこの手で切る。ザ・キングダム、今までの敵より強大です。俺たちに勝てるでしょうか？私は知っている。仲間は決して希望を諦めないと。行きましょう皆さん。そうだ、宇宙の平和のため
全力でお前らを止める。我らも種族の存亡がかかっている。一歩も引くわけにはいかぬ。せっかくだ、楽しませてもらうぞ。この世には光も闇もない。あなたを私が止めます。奇跡の合戦ウルトラスカー。我らは奴を斬るのみ。みんな生きて勝利をつかむぞ。ここでとどめを刺してやる。俺がコスモ幻獣剣総司、赤龍白虎剣のウルトラマンゼブロスだ。ウルトラギャラクシーファイト The Destined Crossroad。何者？俺たちを忘れてもらっちゃ困るぜ。ウルトラマンリブット、宇宙の生命を守護する組織ギャラクシーレスキューフォースの精鋭だ。彼がこの組織に入隊するきっかけとなった事件、それはこれから始まる大きな戦乱の序章でしかなかった。美しい。生命怒りとが急激に衰えている。星の寿命を考えると不自然だ。我々文明監視員の任務はその原因を突き止めること。期待しているぞ、リブット。はい。うん。精一杯やります、マックス。ん？あれはマガオロチの卵だと。モンスター銀河に生息する星を食い荒らす魔獣。この星の衰えはこの卵が原因かもしれません。だがマガオロチはすでに封印されたはず。なんですって。卵を守っているのか。ストロングネット。スラン星人。イザナ女王、素敵な方でしたね。ええ、カノンの長として星を治めるだけでなく、ギャラクシーレスキューフォースにも参加していらっしゃる。
私も尊敬しています。ユリアン王女、下がってください。ちぎりのフルルーゴサイト宇宙に害を及ぼす存在を排除することが目的のはず、なぜここに。非常事態に備えて待機していた。二人とも下がってるんだ。しゅで一体何が起きているんだ。マガオロチにゴーデス細胞、宇宙を破滅に導きうる存在が同時に。妙ですね。スラン星人の計画にしては規模が大きい。え、うん、どうしてここに。それは。そうか、二人は幼馴染だったな。はい、イザナ女王との会談は。それが惑星カノンでルーゴサイトの襲撃を受けました。コスモイータールーゴサイトまで。直ちにこの事態の真相を解明収集しなければならないな。ヒカリ、マックスの状況は。はい、おそらくマックスは全ての光エネルギーを体内に集中させゴーデス細胞に対抗しているだろう。だが彼のエネルギー量とゴーデス細胞の侵食速度を考慮すると持って3日3日以内にゴーデス細胞の抗体を作ることは科学技術局の誇りにかけて。必ず。ソラ、お前の手を借りるぞ。はい、もちろんです。私のせいです。マックスは私をかばって。リブット、計76星行け。計76星、ウルトラ戦士たちが修練に使う。お前なら3日のうちに結果を出せるはずだ。わかりました、やります。よし、マックス救出およびマガオロチ撃滅作戦は3日ごとし、まずはルーゴサイトを追う。了解しました。直ちに討伐隊を編成し追跡します。マックス、必ず強くなって助けに行きます。もしかしてあなたたちが。ああ、私たちがお前に全てを叩き込む。
時間が惜しい。悪いが手荒な特訓になるぞ。ゴーデス細胞は破片一つでも残るとよみがえり続ける。完全に破壊しなければならない。孵化したマガオロチがマックスの中で育ったゴーデス細胞を吸収したら、マガタのオロチにまで一気に成長する。そうすれば惑星ミカリトは食い尽くされ滅ぶ。全力で来い。私がマックスも惑星ミカリトも救ってみせます。見つけたぞ、ルゴサイト。お前は私たちが止める。有志司令部所属ネオス、宇宙保安庁のセブンツーワンだ。やれ。ウジュリカ・レガミよ。今度はキマイラか。一体どうなってるんだ。急ぐぞ。マックスの限界が訪れるまであと1日だ。はい、絶対に抗体を完成させてみせます。ハイブット、お前の潜在能力を解き放て。心を無にして眠っている領域にタップするんだ。力を解き放つ。崇高な精神と品格を備える。自身の言動に責任を取れ。想像力と強さを持て。同胞を尊敬し、友愛と平和を守れ。正義を守り、試練に立ち向かえ。私は守りたい仲間を、全ての生命を。Yeah!
やった。ついに覚醒したか、リブット。これでお前も立派なウルトラ戦士だ。受け取れ。今のお前なら使いこなせるはずだ。ありがとうございます。闇の巨人出現、ガッチャルコン出動、そしてトリガー登場。君だけの夢のバトルを作り出せ、ウルトラソフビシリーズガッツファルコン。超巨大母艦ナースデス星号発進、ガッツファルコン出動。そして今こそ渦巻き変形、起動せよ超ド級バトルモードだ。さらにカメラヘッドとスマホを接続、ソフビとのバトルシーンを撮影しよう。デラックスナースデス星号スマホと連動、ティガを受け継ぐ新たな光、ガッツハイパービームを起動、銃にセット、スパークレンスモードで変身だ。デラックスガッツスパークレンスグリッターに変身。ウルトラマンダイナ、トリガー、歴代ウルトラヒーローたちのダイナミックな戦いを再び、ウルトラマンクロニクル D、 毎週土曜朝9時放送中。リブットもトリガーみたいに修行してた時があったんだな。まあ堅固にさせてたダンスとはちっと違ったけど。あのダンス僕もやってみたいな。よいしょ。なあペガ、いい加減家出の原因教えてくれよ。まあ俺様もちったトリガー以外のことも勉強したから力になれるかもしんねえぞ。録画してたドンシャインの映画、うん、一緒に見るって言ったのに先に見て、うん、しかもネタバレしてきたんだ。はあ、くだらねえ。そんなことよりずっと大変な試練をペガ君たちは乗り越えてきたじゃない。それとこれとは別だい。僕本当に楽しみにしてたんだから。ネタバレの恨みは怖いんだ。やだやだ、離して。さっさと仲直りしてこい。ならないんだからね。ウルトラマンマックスの救出に向かうウルトラヒーローたちだが、唯一の不安は突如現れた究極生命体アブソリュート・タルタロスの存在だ。タルタロスの狙いは一体何なのか。次回ウルトラマンクロニクル D 大いなる陰謀、お楽しみに。
たんですね。嬉しいです。気に入ってもらえたら更新をお知らせするんで、ここを押してチャンネル登録してくださいね。